今回紹介するのは、ファイア・ r e m b l e チョースもう一人の英雄を、設定資料集という本です。開発会社インテリジェントシステムズ自らが編集する公式設定資料集第3弾主要キャラクターのイラストギャラリー各種設定画のほか、敵将を含む登場キャラクター名鑑、物語の全容 支援会話集劇中挿入歌の原始バレンシア大陸の過去と未来を刻む年表など世界背景の理解を豊かにする情報を集積した一冊カバー・アイラストはキャラクターデザインを務めたイラストレーター左氏の描き下ろし大半のページがイラストで構成された設定集です。 届いたので早速見てみましたがかなりのページをイラストが占めていてさらにその大半がキャラクターなのでキャラクターデザインが好きな人にはとても良い設定資料集だと思います DLC の追加キャラもレギュラーと同列でちゃんと記載されています。 元ネタがあるキャラなのでコンセプト ART はないですが個人的には武器や小物の設定が載ってたのが嬉しかったですね。支援会話やエピローグ特定キャラ死亡時のも含むは載っていますが残念ながら拠点会話はないようです。 キャラクターアーカイブのコメントに拠点会話の内容の一部が含まれてはいますが極めて質の高い仕事青い炎の奇跡と暁の女神の設定資料集が発売された時も喜んだものですがその出版経験を踏まえて改良された点も見られより素晴らしい出来になっていました。エチスを気に入った方 左さんのファンで購入を迷っている方はひとまず書店等で中身を確認した上で財布と相談していただきたいと思います。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。